幻の紅茶を飲みに今日は行こうと思います。今日は休日、セブンのコーヒー売ってるじゃないですか、こうで自分でやるやつ、それの紅茶版があるらしくって、でも全国で6店舗とかしかないらしいんですけど、その幻の紅茶を飲みに今日は行こうと思います。情報によると芝公園港区の方と、最近新宿にも紅茶のマシーンができたみたいなので行ってみようと思います。一人行動は苦手なんですけど、ちょっと頑張って行ってみる、紅茶のために。紅茶大好きだから。なんか4種類ぐらいあって、アッサムのストレートとアッサムのミルクティーと、アールグレイのストレートとアールグレイのミルクティーの4つがあるらしいんですけど、ちょっとねやっぱミルクティーがいいから何飲もうかなって考えながらちょっと行ってみようと思います。それでは行ってきます。今日はねミルクティーコーデにしてみた。今新宿三丁目かな、一番近い E1 の出口やっと着いた。よし、ワクワクドキドキで向かっていきます。こっちがアッサムのアイスティー、こっちがアールグレイのミルクティーを買いました。嬉しい。早速飲んでみよう。ちょっと場所が悪いな、ちょっと場所が悪いので買います。帰ってきました。まあね、そもそもコンビニだから飲むところもなくって、ゆっくりね感想を伝えるところもなくって、で結構探したんだけどなくって、もう帰ってきちゃった。そんでね、
まあ、あのやっぱり入れたてが絶対美味しいと思ったので先にちょっと飲んで味見をしたのでちょっと感想を伝えたいと思う。ちなみにもうこんだけしかありません。まずこっちのストレートティーはアッサムを選んだんだけど、アッサムめっちゃ美味しかった。すっごいコクもあるし甘みも感じられた。本当に美味しいです。紅茶評論家から見てもなんかあの美味しかったで、ミルクティーの方はアールグレイにしたんだけど、正直美味しいんだけど、めちゃめちゃ美味しいんだけど、このアールグレイ感がちょっと薄くって、まあそこがちょっと残念ポイントだったんですけど、美味しかった。っていうかね、このマシーンのところに1分半抽出にかかりますって書いてあったから結構時間かかるかなって思ったんだけど、こっちは確かに長かったな。でもこっちはね結構すぐ出てきて、まあ、ミルクティーのティーの量が少ないからかもしれないんだけど、ミルクの分それもあるのかなと思って、一緒にさ紅茶について語ろうよ。どう？そんな感じでした。でも本当に美味しい。全国の店舗にコーヒーだけじゃなくて紅茶があったら最高だし、コーヒー苦手って人とか、あとさ夏は喉が渇いたって時にこのストレートティーがあったらめっちゃ本当に最高だね。この紅茶のマシンがあったのは新宿6丁目文化会あれ新宿6丁目文化通り違う新宿6丁目文化センター通り店にありました。外人さんのスタッフさんだったんだけど、2個頼んだらこれをね何も言わずにくれて、これにこうペッペッってアイスティーを刺してくれて、めっちゃ優しいし気が利くなって思いました。いやでもマジで美味しかった。そんでね今日6月の15日、6月の中旬なんだけど、バリ暑くて、見て、タンクトップじゃん。もう余裕だった。こんな暑い日にこれあったらマジで飲むな。全国に置いてほしい。まあ、全国とは言わずとも、あの、職場が銀座なので、銀座に置いてほしいな。毎日飲むのに。こんな感じで。あの、ストレートは、ダージリンと、アッサムと、アールグレイの3種類、ミルクティーはアッサムとアールグレイの2種類だったので、もう一回違う味を試してみたい。あとちょっと一人じゃ全部飲みきれないので誰かを一緒に連れて全部買って飲み比べてみたいなと思います。なので今日はちょっとさもう氷も溶けきっちゃってるけども、このセブンイレブンの北海道たらことエビのスパゲッティサラダをお昼にしながら一緒に飲んで食べたいと思います。本日も見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったり、紅茶飲みたくなったよっていう方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。インスタグラムと TikTok もやってありますので、そちらの方のフォローもお願いします。ぜひともセブンイレブンさん全国に置いてください。お願いします。まあ、ネット情報なんですけど、ある店舗はこんな感じでした。近辺の人はぜひ行ってみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。じゃん。一番好きなコンビニはやっぱりセブン。